はい、皆さんこんにちは。安倍の生命です。まあ今日はね、まあ近場っていうかな、まあ、芭蕉のね、句碑があるらしいです。芭蕉句碑、名月や池をめぐりてよもすがら、まあ、ちょっと合ってるかどうかわかんないですけど、もう見えてきましたね。ここの駐車場はね、ヤマダ電機の駐車場ですね。ヤマダ電機の駐車場でもいいんですけどね。一時停止はしっかり止まりましょうね。こちらなんですよ。なんていう神社かな。浦屋城滝の宮神社。へえ。たくさん集まってますね。なんでしょうね。まあ、そういった集まりにはね、私は興味がないんで、芭蕉の句碑をね、探しますね。はい、そちらのね、滝の宮神社、まあ、今日はね、何か集まりがあるようです。こういった感じで、まあ、子供たちがね、まあ、遊べるスペースもできていますね。まあ、こちらのね、まあ、西側っていうかな、まあ、社殿に向かって左側にはね、まあ、これね、ほとんどはね、まあ、庚申塔です。まあ、猿田彦とかね、まあ、大黒天とかね、まあ、そういった文字もございますけど、もうほとんど庚申塔です。いやー、すごいね。こんなに庚申塔があるなんてね。そして、まあ、こちらのね、石の祠の脇にはですね、松尾芭蕉句碑、名月や池をめぐりてよもすがら、まあこんな感じのね、まあ芭蕉句碑です。身近にもあるんだね、松尾芭蕉の句碑。今日はね、風が強くてね、まあ、大変なんですね。はい、それではね、村屋城滝の宮神社松尾芭蕉の句碑をご紹介しました。ご視聴ありがとうございました。